女子ワールドカップ得点王宮澤ひなたリバプール移籍、本日都営。女子ワールドカップで得点王に輝いたなでしこジャパンミッドフィルダー宮澤ひなたが、イングランド女子スーパーリーグリバプール入りすることが決定的となった。シンデレラガールがイングランドの名門にステップアップを果たす。かねて海外移籍を志向していた宮澤は、ワールドカップでの5得点で一気に評価を上げ、ドイツの強豪フランクフルトや米女子プロリーグ NWSL からもオファーが舞い込んだ。その中でもフィジカル的な強度が要求されるイングランドでの挑戦を決めた。チームには、なでしこジャパン長野もおり、初の海外移籍となる宮澤にとって心強い限りだ。リバプールは、13、14年に連覇を達成するも、近年は2部降格を味わうなど低迷。昨季は12チーム中7位に終わった。22試合で24得点と得点力不足は否めない。そのようなチーム状況で、抜群のスピードと得点力を持ち合わせる宮澤に白羽の矢が立った。コンスタントに海外の選手と試合する機会が増えて、実際に差を感じた。このまま成長できるのか、このままではダメだなと思っていたと海外挑戦を決めた経緯を説明。さらに、世界的にも有名な選手になることが目標。いろいろな国の選手に囲まれてレベルアップできたらと言葉に力を込めた。宮澤は28日、海外移籍の準備のために羽田空港からロンドンに向けて離日し、現地でメディカルチェックを行うようだ。リバプール来た。もうほぼ確定やな。長野と同僚になるのか。楽しみだ。どこへ行っても応援するよ。4年後はリベンジ頼みます。五輪も頼むよ。ワールドカップの活躍で世界に羽ばたく。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。